イベントハンドラーを作る場合には、このボタンをダブルクリックしますと、HTTP、あ、ごめんなさい。失礼。PHP のイベントハンドラーが書くことができます。例えば、エディット1のテキストと。で、今回の場合はですね、足し算をしますので、コード保管を使いながらですね、エディットのテキストを取得して、はい、二つ値を取得します。で、最後にキャプションを、ラベルのキャプションを変更するわけですね。足し算ですから、ラベル3のキャプション。ここに、X と Y を足した結果を表示ということですね。では、Chrome、ブラウザーで確認してみましょう。1と2を足して、3と。画面のリフレッシュは完全に行ってしまっていますね。一回真っ白な状況になるということです。場合ですね、ハテナの部分を書き換えただけですので、AJAX 使ってですね、描画の内容、更新の内容を最適化したいと思いますよね。その場合に非常に簡単です。フォームのプロパティにある Use AJAX を True にするだけです。再びブラウザで確認しますと、今度は画面のリフレッシュは行わずに、3ですね。一瞬ローディングとかっていうのが出てるんですが、まあ計算中に書き換えてもいいんですが、ね、こんな感じで非常に簡単にですね、あっという間にモバイル向けのウェブアプリケーションが完成すると。まあご覧いただいたのは私が作ったアプリケーションなんですが、LadPHP には各種デモアプリケーションが付属していまして、例えばベーシックデモにはですね、本当に搭載されているコンポーネントをすべて使ったタイプの、わかりやすいデモがついています。iPad でですね、iPad 向けのサイズで作られていますので、iPad のシミュレーターで見た方がいいでしょう。それ以外にも、テーマを変更するデモもついています。ボタンのサイズが若干違います。角がちょっと違いますよね。色も違いますし、あらかじめ用意されている5色以外にも自分で選んだ色をですね、ボタンにつけたりすることもできますし、ボタンの形もですね、カスタマイズすることも可能です。これを Android シミュレーターに見ると、そのまま同じものが見れるというわけです。次のデモはですね、フォームコンポーネントというデモで、これは入力した文字列をPHP のイベントハンドルを使ってサブミットする。そういうデモですね。ここにあるバーチカルとかですね、オンオフのボタンを変更すると、その場で見た目もガラッと変わるという面白いデモです。モバイル用のリストボックス、コンボボックスのようなものも出力することが、表示することが可能になっています。この辺は全然ノンコーディングで簡単に勝手に出てきますので、非常にソース、アプリケーションを作るのが楽ちんですね。残りのイベントはですね、これは特定の部分を箇所をですね、領域を手とかマウスで触るとですね、イベントが呼び出されると。スワイプのイベントハンドラーであったり、マウスを押して離したとかですね、各種イベントが取れます。でマルチタッチとかもですね、マルチタッチはちょっとできないですかね。タップしたり、ホールドしたりですね。マウスを離したというイベントが各種取れます。これもデモについていますので、後でちょっと見てみましょう。はい。では、プロジェクトの、例えばですね、ドキュメントの LadPHP4.0 のフォルダにデモスというものがあります。ここに結構デモが入っているんですが、jQuery モバイルのフォルダに行きますと5つありますね。ベーシックのプロジェクトを開けると、非常にたくさんのページが用意されています。まずはデスクトップのブラウザーで確認しましょう。こんな感じです。で、例えばボタンを押すとですね、ブラウザー専用、jQuery モバイルの画面遷移が見れます。
横にスライドする。わかるでしょうか。で、フォームボタンで押して戻るとですね、もう一度スライドして戻ってくると。で、それ以外にも、スライドのさせ方を、これ横ですが、上から下、下から上ですね。それ以外にも、フリップ。ちょっと、ウェブセミナー見ていらっしゃる方は、アニメーションカクカクして分かりづらいかもしれませんが、パネルが回転してますね。まあ、こんな感じで画面遷移が行えるというわけです。同じものをウェブブラウザを使って確認してみましょう。これはiPad のですね、Safari ですね。Google のウェブブラウザで見てみたのとほとんど一緒ですね。カクカクして申し訳ないんですが、まあ、こんな感じで、Google のブラウザ、さらには iPad のブラウザなどで、同じ動作が確認できましたね。では次のデモを見ていきましょう。次は、jQuery モバイルのフォルダーのテーマにしましょう。これ非常にグラフィカルで分かりやすいです。こんな感じですね。ボタンのサイズが違い、形がちょっと違いますね。色も違いますね。で、ホバリングした時の色も変えられます。で、これと同じものをサファリで見てみましょう。ちょっとキャッシュを消します。全く同じですね。で、ボタンを押してと。で、ホバリングさせて。この場合にはマウスがホバリングしてるんですけども、それはちょっとホバリングの色は変わらないですね。このあたりはちょっとブラウザー、本当のデスクトップブラウザーと、モバイル用のブラウザーとちょっと違うと。では次のデモを見ていきましょう。次はですね、フォームのコンポーネントを利用するものです。デザイン時にですね、こうやってちょっと画面が狭くて、実際にこんな狭い画面作る人はいないんでしょうが、こうやってデザインすることは可能です。で、ボタン、スイッチみたいなトグルのボタンもあります。で、これをですね、まずは、Google のブラウザーで確認します。スライダーがあって、マウスを使ってドラッグした開始のイベントとドラッグの終了のイベントも受け取れます。リストボックスですね、値を選択することも可能です。ボタンの表示のさせ方もその場で AJAX を使ってダイナミックに変更することも可能です。このボタンは各種コンポーネントの見え方をですね、簡素化するか、エフェクトをかけた状態にするか選ぶボタンですね。もともとはこういう基本的な HTML のコンポーネントなんです。エレメントなんですが、jQuery モバイルの効果をオンにすると、見た目がガラッと変わるというわけです。
さあ、その今見ていただいた画面ですが、どれぐらいの高度でできているかというと、たったこれだけ。本当にごくわずかな高度で、様々なエフェクトがかけられるという、お分かりいただけると思います。では、最後のデモですね。として、マウスをクリックしたり離したりした時のイベントを見ていきましょう。イベントデモですね。はい。で、ここで下に側にある、このパネルの部分でマウスを移動させると、マウスのイベントが拾えます。右に左にマウスをドラッグすると、スワイプのイベントが取れます。タップしたまま、ずっとマウスを押しっぱなしにすると、タップホールドのイベントが拾えます。同様なものをサファリでもやってみましょう。画面がチカチカして分かりづらいかもしれませんが、タップして、タップしっぱなしだと、タップフォールドのイベントが拾えたり。これはデスクトップウェブブラウザーとほぼ同じですね。はい。このような感じですね、様々なデモプログラムがついていますので、まずラードページからインストールしたらですね、jQuery モバイルのデモを開けていただいて、できれば Google の Chrome のブラウザーで見ていただく、もしくは App の Safari ですね、Windows 版に見ていただくと、すぐにですね、試すことができます。